はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、京都編ということで、ずっとねちょっと行きたかったお店があるんですよ。実に2年ほど眠らせておりました。こちらですね、僕の後ろに見えておりますね、和菓子屋さんでございます。こちらのお店さんはね、結構いろんな地方にも催事に出られたりとか、動画的に言うとゾウくんが2年前ぐらいかな、わらび餅とみたらし団子多分ね5キロぐらい食べてるっていうやばいね動画をね撮ってたことがあるんですけれども、それを見てねもう本当にとろけるようなわらび餅僕も食べてみたいと思いまして、やっと来ることができました。僕はですね、さすがにちょっとゾウくんほど5キロを甘味食うのはまあまあハードなんですね。量なんかはね気にせずに、こちらの美味しそうな絶品和菓子を食べていこうと思います。ということで、ただいまですね店内に入っておりまして、本日いただく商品もう目の前に揃っておりますが、ほんとすごいねそれではですね、早速こちらいただきたいと思います。いただきます。そしたらまずやっぱりこちらのわらび餅ですかね、こっちが通常のわらびで、こっちがね黒のわらび2種類ございまして、どちらもですね、だいたい 500g ぐらいあるみたいなんですけど、この一皿で 1kg ぐらいあるみたいです。いや贅沢だな。いただきます。うんま溶けるこのプルプル感、口に入った瞬間一瞬で溶けますね。これめちゃうまい。これ待って、マジで無限に食えるぞ。おいしい。そしたらちょっとこの辺りでですね、この黒の方行ってみますか。黒はですね、こんな感じでございますね。うまい。もちろん通常のわらびも美味しいんだけどね、この黒の方は黒蜜のね、この甘いコクのある深い味わいがあって、これはこれで全くうまいですね。うんマジ今日来れてよかった、うん、ちょっと待って、これずっと食えるんだけどマジでゾウくんはこんなうまいの食ってたのか、羨ましいそしたらちょっとね、この辺りでこちらのねお団子行ってみましょう。皆さんこのツヤですよ、これたまんなくないですかめっちゃうまそう。ちょっといただきます。うん、うまっ。いやこれちょっとみんなに食べてほしいな。うん、うまっいや普通はさ、こうみたらしとか買っても1、2本で終わっちゃうじゃないですか。こんだけある贅沢だねまたさ、このみたらし普通のよりもさ、この一粒一粒はさものすごく大きいよね。一本でもねしっかり食べ応えありますねうん、京都来てよかった本当にすげえ幸せ。この辺りでこの豆大福もいっちゃいます。豆大福はこんな感じでして、ちょっと割ってみましょうか。あんこ、これぎっしり詰まってますね。うわうまそう。よしうまっ。
まあ、ちょっとさ、この大福の粒あんで、こう食感とかやっぱいいよね。うん、うまっ。とこのとろけるわらび餅ずっと食ってたいな。うん、いちごとかも好きだし、生どら焼きも大好きなんで、これはね後半に取っときたいんだけど、まずはねこの辺食べていきますか。でもやっぱりね、今日いただいてるラインナップの中では一番ね、このね、大福どっしりくるね。やっぱあんこのパンチがこれ好きなんだよね、僕も。うちもね、ばあちゃん子だったんで子供の頃よく食べてましたけど、大福はうまい。ちょっとお皿に残っちゃってるみたらしもったいないね。もうこのツヤツヤのお団子がさ、何回見てもめちゃくちゃうまそうだわ。うん、ということで、ただいまですね、こちらお団子の方は完食させていただきました。次は大福かな。うん、これでね、大福の方もラストですね。うん、もうこの無限に食えるわらび餅もほとんどないです。ということで、タイムですね、こちらわらび餅も完食したんですけれども、さすがにね、こんだけ和菓子を食べてると体が冷えてくるということで、今お茶いただきました。あー、おいしい、あったまる。どうしようね、これ後ろにね、まあ、見えてるように軒先でももちろん販売してる店舗さんなので、一昨日ぐらいに記録的な大寒波ということで雪降った後なのでね、今日めちゃくちゃ寒いっす。あ、美味しい。ちょっとダメだな、うわ、いきなり冷えますね。じゃあということで、最後、好きないちごと生ドラということで、3種類販売してるみたいでして、プレーンですね、でいちごに抹茶と、めちゃくちゃうまそう。じゃあちょっとかぶりつかせていただきます。あ、うん、あと外さない。うん、うわ、おいしい。あのね、これちょっとみんな食べてほしいわ。一瞬でクリームなくなっちゃう、もう溶けていく。あったかいお茶が合うわ。うまっ。うん、じゃあちょっと抹茶いっちゃおうかな。この厚みでございますよ。
とんでもない厚み。僕だから一口でいけるけど、みんなはこうちょこちょこと食べるのがいいかなと思います。うん、うん、ああ、抹茶のこのね、香りとほろ苦さしっかり立ってくる。うまい。ちょっとですね、もう生どら焼き最後なんで、一旦こちら残しておいて、いちご大福いっちゃいましょうか。やっぱりいちご大福ってなんか特別だよね。知ってます。あんこのね、もったりとした甘さにこのいちごの酸味が加わって、これもうまあわかるよね。めっちゃうまいです。いちごうまいな。うまっ、うん、またね、先ほどの豆大福とは違ってこれこしあんになってるのかな。なのでやっぱね、この一緒にかじった時もいちごのこの滑らかな食感と違和感なく食べられるんで、これうまいっす。おすすめ。うん、そしたらもうあんだけありましたけど、こちらがラストでございますね。いちごの生どら焼きということで、じゃあちょっといっちゃっていいですかこれ。うめえ。そしたらこちらがね、本日最後の一口です。はい、ということでごちそうさまということで、ただいまですね、せいじゃんさんでご提供されている5種類の和菓子をいただいてまいりました。僕の動画の中では和菓子の多いってもほぼほぼやったことがないと思うんですけれども、こんだけね、あんこ食べたりとかいろんなもの食べたのに全然まだ食える。うまい。あんこからね、生クリームからもちろんとろけるようなわらび餅もね、すべて美味しかったので、こちらのせいじゃんさんは全国でですね、催事なんかでもいろいろと販売を行っておりますので、お近くでねある方はぜひ買ってみて、この美味しさ体験してみてください。もちろん店舗もねありますので、京都の方はですね、実店舗の方で食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは下の概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。僕の動画では珍しく甘味系の動画ということで、個人的にね、甘いもん大好きなんですよ。大好きなんだけど、こう、量がね、食べられないので、なかなかちょっと大食いの撮影行く頻度が少ないんですけれども、久しぶりにですね、こういう甘いものを大量にいただきまして、最高に幸せな撮影でございました。ということで、この辺りで本日の米編コーナー一つ目に参りたいと思います。そう。前回のね、ズンベラ屋さんのチャレンジメニューの動画の時も、今日ね、上げさせていただいたこちらのせいじゃんさんの動画の時も、京都にね、記録的な大雪が降ったみたいな日だったんですけれども、それの、翌日ぐらいか、だったからね、前日まではガンガンこう、市内の電車が止まってたりとか、新幹線も止まったりしてて、当日もね、全くこの、スタッドレス履いたレンタカーが取れなかったので、タクシー移動とかもさせてもらったんだけれども、もう道中結構やっぱ事故現場とかもね、多いぐらい危ない日だったので、なんとかね、こちらの料亭にたどり着いて撮影できてよかったなと思います。
ちょっとね、僕も普段京都の方には行くこと少ないんだけれども、本当にね、雪景色の中、こうそういった京都のねお寺とかを見るとかなりね綺麗だったので、また改めてですね、天気のいい日にでも京都に行って観光がてらね、お仕事をしたらさらに最高な気分になるんじゃないかなと思いました。いや、改めて本当にね、京都っていいところでございますね。そしては、続いて2つ目のコメント返信。以前ね、こちらの米編コーナーでもお話しさせてもらったようにですね、僕撮影外では基本的に麺系以外のこう炭水化物って摂る機会が全くないんですよ。やっぱりね、普段食べる分体に気を使おうと思って。なのでね、撮影の際にこうやってお米が食える撮影ってめちゃくちゃ幸せでして、僕もね、本当にもともとお米大好き人間なんで、まあ、ちょっと撮影という名目をね、使ってですね、私的に米を食べる機会ね、今後も増やしたいなと思います。どうしてもですね、やっぱちょっとラーメンとかの方が詳しいので、比較的ね。だからこう皆様にね、味の説明をするときとかも、まあ明確に説明できるから、ラーメンがね、ちょっと多かったりするんだけれども、今後はですね、こういったお米とかパンとかね、他のこの炭水化物系もね、どん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 食べていこうと思います。お米、最高。そしたら本日最後3つ目のコメント。このレトロ自販機ね、僕もめちゃくちゃ行きたいです。僕もね、好きで皆様 YouTuber さんのこういったレトロ自販機制覇の動画なんかもよく見てるんだけれども、これ住んでるね、今この神奈川県の、まあ、相模原かなの方に、一応中古タイヤ屋さんのところで100台以上ね、レトロ自販機とかが置いてある有名な場所があるんですよ。そこにね、いつか行ってこう企画とかも撮りたいんだけど、なかなかね、こうさすがにその台数全台制覇するにはもう何時間かかるかもわからないし、かといって1万円企画やるにしても1個ね300円とかだから多分無理かなっていうところもあって、なんかね、ちょっと面白い企画が、思いつき次第このレトロ自販機の方でですね、まあいろいろご紹介できるような動画も撮れればいいかなと思います。ああいうね、レトロ自販機ってなんかロマンがあっていいですよね。ということで、本日のコメント返信コーナーはこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。